ということで、三上中古バッサクルブシ梅ジャムシロンです。第1回朝までそれ正解。イエイ、終わるのか、終わるのか、これこれは本当に朝になるぞ。今0時だぞ。サラリーマンのお昼ご飯でとりあえずラーメン屋行ったら、やっぱがっつりしたいものを食べたくなって担々麺一つでしょ。担々麺一つばっか言うでしょ。あのびっくりマークが可愛い。ザで始まる冬に飲みたくなる飲み物は、ザザザ、やべ、とんでもない下ネタ。お前ちょっと思い浮かんじゃったけどさ、もう僕も一瞬思い浮かんだんだけど、冬に飲みたくなる飲み物はだから、おい冬じゃなくても飲むだろ、これ多分。飲みたくもねえしさ、飲みたくもねえ、やべ、出てこねえ。それしか今頭の中今いっぱいだよ。でも梅ジャム君は多分これ好きだと思うんだよな。僕、え、飲み物、飲み物、もう無理やり結びつけるとかいう可能性もある。あ、もう無理やり、だから始まるもので。あれ、これこれそうじゃないっけ。お、すでに回答者一人いる。俺ね、これしかねえなって思った。正解見つけてしまった。俺これかも。では結果いきますよ。あ、よ、はい、はい。あー、冬ですよ。そう、あ、でも温まりたいですよ。そうだ、雑穀焼酎をさ熱くしてさ飲むのもいいじゃん。お湯割りってことね。雑穀焼酎って何ですか、うん、え、俺もあんまり聞いたことない。俺も知らねえ。まあということで、あの雑穀焼酎はちょっと、はい、あのちょっとちょっとマイナーすぎるので。あれ、で、ザクロジュースもないですね。ないです。ザンパは正直思いついたけど、冬じゃねえんだよ、いつもなんだよっていう、まあ、そうなんだよね。だからさ、梅ジャム君ってさ、なんかさ文章になってない。ザルそばのそば湯、問題はないでしょ。ザから始まる、あったかくなって最後、ザルそばのそば湯は確かに冬に飲むといいわ。ああ、それは納得する。わかるよ、わかる、納得する、納得する。今回は、まあ、今回は梅ジャム君でいいと思う。俺もそう思う。俺もそう思います。これはとりあえず真っ先に思い浮かんだであろう、あの4文字のあの言葉を書かなかっただけ偉いと思う、彼は。あの言ってはいけない言葉をね。、うん、そう。ちなみにもう一つ俺がパッと思い浮かんだのが残業だった。それも思い出したね。ザで始まる冬に飲みたいものは、ザルそばのそば湯。でいやー、やっと世界が追いついてきたな。マジか。まあ、これに関してはマジ完全消去法だった。いや、そうだね。正直言うと納得はした。たで始まるサラリーマンがよく使う言葉は、た、太鼓のた。待ってね、今ハ行まで来た。はい、もうこれです。は、俺もこれだ、これだ。ちょっと待って、お、考えるの長いとちょっとあれになってくる。ここ倍速、ここ倍速ですね。ここ倍速で、よいしょ、ここやってます。はい、はい、ちょっと、とりあえず結果出します。はい、はい、ああ、いや、もうあのねえ、あの、え、シロン君はもう終わってるとして、いやー、だってサラリーマンのお昼ご飯でとりあえずラーメン屋行ったら、やっぱがっつりしたいものを食べたくなって担々麺一つでしょ。担々麺一つばっか言うでしょ。あのびっくりマークが可愛い。うん。あのまあまあ、でも僕辛いの苦手だからさ、ここはちょっと納得はしないかな。いや、別にあんま、あの辛さの弱めのやって白ごま担々麺とかにすればいいやろ。まあ、間違いなくサラリーマンが一番言うかどうかで言えば言わないんだよ。いや、よく言うかでは、まあ、だって人によっては週7言ってるんだぜ。人によってはって言っちゃったじゃん、もうだって。、うん、サラリーマンっていう総称があるのに人によってはっつったじゃん。人によってはだ、タスクなんて言わないサラリーマンもいるだろうが、人によっては。いや、多分今の時代タスクは多いんじゃないですか。多いよ、多い、僕も確かに言ってるわ、タスク表って言ってるわ。さすがにタスクじゃない、うん、タスクじゃないですか。タスクですよ、うん、もうどんだけ仕事に興味ないかっていうのがバレてしまったな、今な。じゃあ今回は、でも担々麺、いや、うるさい。はい、黙れ。おかしいなぁ、担々麺やっぱ一番注文されると思うんだけど。黙れ、食の暴力。食の暴力。たで始まるサラリーマンがよく使う言葉は、タスク。担々麺。いやもう今絶対クソデカ
字幕だったわ。なで始まるおしゃれな趣味といえば、な、な、涙のな、な、なで始まるおしゃれな趣味、な、な、な、あ、な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 、いや、むずいな、な、ある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 、今浮かんだもん、僕パッてきたもん、あ、これだってなったもん。君のおしゃれのレベルがどこかっていうのを知ってるから、だからあんま信用できねえんだよ。なるほど。おい、論破されるんじゃねえ。なるほど。これおしゃれじゃなかったか。可能性はある。いや、わかんないよ、見るまで。あんま信用してない。いや、多分梅山君と僕きっと一緒だと思うな。多分一緒だわ、完全に、うん。これね、揃わない方がおかしい。もうこれしかないもん。悩むから少ないんだよね、答え。そこでこれで一致するってわけですから。今俺5時…あ、やっちゃった俺。ああ、終わった。終わった。終わったの。じゃあ結果出しますよ。はい。待って待って待って、一人おかしいの言って、一人おかしいの言って、だからやったって言ったじゃん。書き直すっていうのをやろうと思ったら間違えて、うん、逆の方をしちゃって。思いついても書かねえだろなすいや、本当は 何を書いてあったの、那須塩原高原温泉巡りって書こう。これはおじいちゃん。いや、まあ分かるけど、ナオミキャンベルと同じジムに通うのはめっちゃおしゃれやろお前これ。まあ、ナオミキャンベルと一緒のところだととんでもねえところだ。彼は困ると文章に逃げるな。ずるいよなそれは。ずる、ナオミキャンベルずるすぎだろマジで。いやでもお前ナオミキャンベルって聞いて、あ、おしゃれってもう思うだろそれで。確かに確かに。いやもうそれはもう、なで始まる芸能人だったら誰でもいいじゃん。さすがにずるいよそれは。だって文章だ、趣味が最初に来るもんじゃなくてさ、ザルそばのそば湯がギリだぞ、うん、もうあれがギリ。何でもいけるからな、うん、な以外でも、うん、本当だよ。あれ変えればだって同じジムに通う、くっつけるだけだもん。そうだ。そうですとも。おいし。言うなよ。あれはダメだよ。あれはダメだよ。あれはダメだよ。絞り出した南国巡りの方がまだマシだと思うよ。ナイトプールはでもおしゃれな趣味っすか。いやお前。そうなんですよ。下品な趣味。下品な趣味。そもそもナイトプールっていう場所に行くことを趣味にしてる人はいないんだよね。うん、あれってあの、ただ一つの遊ぶ場所でしかないから、うん、趣味かって言われると難しいなって思っちゃったな。白子あそこ泳がないんだよ。あそこでバタフライとかしたら逆に怒られるんだよ。知ってるよ。平泳ぎとかダメなんだよ。ナイトプールに行って泳がずに写真撮って帰るだけでしょ。それはもうナイトプールはおしゃれじゃないの。趣味の人もいるかもしれないじゃん。じゃあ例えばだよ、ナイトプールという場所が趣味じゃないと言うんだったら、サウナが趣味ですって言ってる人はそれは趣味じゃないよっていう。まあそれは納得したな。でしょ。ほら確かにそれは否定はでき、確かに、うん、でもサウナーって聞いたことあるけど、ナイトプーラーみたいな名前は聞いたことねえよ。いやいや違う、ナイトプーラーじゃない。ナイトプールに行く人はインスタグラマー。違う、ナイトプールに行くは趣味としていいですよ。おしゃれじゃねえんだよ。そうまずね。まあまあ、とりあえずね。おしゃれではない、確かに。それだったら俺はね、南国巡りですよ。ああ、俺も南国巡りだな。結構言わせてもらうと、梅ジャム君のその言い方は、僕をおしゃれと認めたくないがために、とりあえずくるぶしに行ったって聞こえるよ、僕は。いや、違う、それはない、それはない。うん、ナイトプールがただ単に俺は本当に下品だと思ってるから、ね。これは多分本当になんかシロン君同行じゃなくナイトプール同行の話だと。結局そこで撮る写真は、じゃあナイトプールで撮った写真と南国で撮った写真だったらどっちがおしゃれかなって思ったら、俺は南国で撮った写真の方がおしゃれかなっていう。なで始まるおしゃれな趣味は、南国巡りです、はい、いやこれはすごい。お前は多分そういう風に論破をする芸人として生きよう今後。うわ、なんだ芸人って。お前はそういう芸人で行こう。今なんかびっくりした。うわすげえ感動した今。はで始まるさらりと言えたらかっこいい言葉は？はい、もう一回。はで始まるさらりと言えたらかっこいい。お前マジ一音目何も聞き取れよ本当に。はで始まる。あ、聞き取りやすい。よう聞こえる。よう聞こえる。かな？かきくけこのかな？かきくけ楓のかですね。いきますよ。はいはい、かで始まるさらりと言えたらかっこいい言葉は？いやもう完璧。すっごい聞こえた。ありがとう。すごいありがとうね。うん。それが多分それ正解。俺ちょっと走っていいかな。走る。来た。雷落ちてきた。マジでお前ら。うん、すごい。いや。はい。おいなんで2つ被るんだよ2人同士で。いやでも会計払っといたよ。じゃあまあもう
全部金。そう、全部金ではあることは間違いない。そうだ、要は俺らはマジで金でしか考えてないっていうことがよく分かった。なんか嫌だな。普段ゼがもうカッコ悪いね。まあそれはそう、多分そうかもしんない。あ、ゼがね、もうゼが貸す5億の方がいいね。じゃあね、逆にね、あの、そうだな、だったらもう金貸すぐらいの方がまだいいよ。まだマシで、まだマシで、まだバッサンよりクルビシの方がマシ。でも俺ね、シロン君のね、あの、うん、会計払っといたよってなんかすごい恩着せがましい感じがしてすごい嫌なんだよね。梅ちゃんも言われてますよ。いや、だから俺 ね、その払っといたようが恩着せがましいから俺は終わってるようにちょっと変えてる。終わってるよ、終わってるよ、いいんだよ。そう、チャラッという感じは終わってるよの、終わってるよ、うん、あ、チャラッといたようだとなんかちょっと、うん、確かにちょっと感じ方は違うかも。なるほどね。じゃあ今度から後輩と飯行くときは会計終わってるよって使うわ。あ、そう、あ、そう、その方がいい。かっこいいと。なるほどね。じゃあ、僕と梅ジャム君は似ているようで非なるものなんだな。じゃあもう梅ジャム君のが正解です。そうだね。梅ジャム行け。かで始まるさらっと言えたらかっこいい言葉は会計終わってるよ。かっけー。もうこれだね。言葉一つの選び方でだいぶ違うんだなっていうのは僕は学んだよ。そうそうそう、うん、これも学びました。ゼってつけるとダサくなるんだなっていうのがすげえ分かりました。ちなみにバッサイよくゼってつけて喋ってる、うん、喋ってる。これ答え確定しそうなんですけど、もう言っていいですか。はい。かで始まる幸せになるために必要なことは。ああ、そういうことか。まあ、うん、あれ回答者がまだ俺しかいない。かで始まる、うん、幸せになるために必要なことは。あ、これでしょう。正直もう一つあったんだけど、うん、多分三上ではそっち答えるとなんかちょっと違うなってなるから俺こっちにする、ね。うん、これだ。はい、結果ドン。はい、そっち。はい、もう、はい、はい、もう、はい、金金金、はい、金金金、はい、金金金、金金金、金金金、はい、金金金、金金金。かで始まる幸せになるために必要なことは金。はい、決定です。はい、ご視聴いただき誠にありがとうございます。この動画が面白いと思ったらいいねとチャンネル登録をお待ちしております。概要欄にはメンバーのツイッターも載せていますので、フォローの方よろしくお願いいたします。では三上重工でした。